こんにちは、吉田さん。今日もこの家の中で一日が終わろうとしております。これはいいことなんでしょうか、悪いことなんでしょうか。まあ正解はどちらでもないんですよね。それをしている私がこれをいいことだ、求めていたことだと思うのか、それとも図らずもこうなってしまったと思うのかによって正解は決まると思います。まあ結論ね、私が求めていた暮らしはこれなんで毎日全然 OK と、世間がどう思おうと、常識がどうであろうと、私の常識は私一人のものでございます。まあ家族がねそれに OK 出してくれればいいんじゃないかなと思います。さあそれでね、今回なんですけども、終わらせるってキーワードだったですよね。私はね、住宅ローンを終わらせましたね、家を買おうと思ったのが45歳、払い終わったのが45歳、以上終わりみたいな感じで、住宅ローンに30年とか35年束縛されるっていうことの恐ろしさ、それに立ち向かっていくそのローンの組む時の怖さ、これはね並大抵のものじゃないなと思うんですよ。その勇気と行動力があれば、まあアフィリエイトだの、ネットビジネスだの、あれちょちょいのちょいだと思うんですよね、どちらかというと。いや私はね、一括で買う、あ、じゃあローンを組む度胸もないし、その信用もないから、一発で買うぐらいしか選択肢はなかったんですよ。多くの方はいっぱい選択肢があるのかもしれないですけども、私はね、一括で買わないんだったらもう賃貸しかないというね、そんな選択だったんですよね。しかも40歳までは一回も金銭的に黒字になったことがなかったと。40から始めたネットビジネスがなぜかね、私を助けてくれて、住宅ローンを組む暇もなく、まあ年収ね120万円というふうな、確定申告上の私がですね家を一発で買うことができたんで、ローンがないわけですよ。同じ年代の皆さんあとね、十数年とか二十数年とかローンがあると思うと、本当すごいなと思うんですよね。確かに仕事ってなんで定年とかっていう言葉で縛ろうとするんですかね。好きな時に辞めてあと自由に暮らしてもいいはずなんですけども、多くの方が定年70歳とか言われると、70までは働くもんだっていうところからスタートして、割り算して給料計算とか老後資金っていう風になるんで、そこが基準、常識になるんでしょうけども、いや私はねやっぱりね、60代半ばぐらいまで、なんかどっか出勤したりとかね、店舗勤めたりとかする、体力はあるかもしれないけども、その気持ちがどうしても湧かないですね。今こういう暮らししていて、やっぱりこう、自分の意にそぐわないことに2時間3時間付き合わされただけでもものすごくね嫌な気持ちになりますよね。なんていうんですかね、私がよく聞くのは、有給休暇を消化して例えば町内会活動に従事するみたいなことをね聞いたりするんですよ。で本来だったらお給料がもらえるべき日を、それを不意にしてね、こっちの町内会の仕事に、もう無給の仕事に来ましたよっていうふうに語る方もいますけども、それよりももっとね、私としてはね、何もしなくてもいい自由っていう、お金に換えられないそんな半日一日数時間っていうのを、意にそぐわないことをやるっていうふうにしちゃうと、何の人生なんだろうなと思っちゃうんですよね。ただそうは言っても、現実的にまだそういうふうにね、思い描いたように好きなことだけやれないっていう人生もあると思うんですよ。でも今ね、私たちの前にはそれを突破する方法が示されてるんですよね。これをやったら一生分のお金はとりあえず作れるよと、その後好きなことやったらみたいな選択肢もあるんですよね、実際。確かに簡単ではないと思います。ただね、今回ここまで話してこれが言いたいっていうものがあるんですけども、ネットビジネスで成功するのは簡単じゃないということなんですけども、じゃあ他の収入の上げ方ってそんなに簡単なのかなと思うんですよ。簡単なんですかね。簡単だからその仕事をしてるんですかってことなんですよね。何なんだろうなと思いますよね。私もね、この辺についてはうん暗中模索でございますけどね、というかあんまり考えないと思います、これからも。とりあえず、私は終わったみたいな、俺は良かったみたいな終わったぞみたいなね、40歳でネットビジネス始めた私がね、48になった自分を、8年後の自分を見て狂気乱舞するでしょうね。いや、なんか本当40歳の俺よくやったと今でも思ってます。ちなみに暗号通貨何種類かあるんですけども、
当時の俺よく買ったと思ってますね。金もないのによく買ったと思いますよ。当時の俺よくやった。本当にね、あの時の俺よくやったと思いますね。それに尽きるかなと思います。で、これからのことなんですけども、60歳になっても70歳になっても、あ、40歳の俺よくやった、50歳の俺よくやった、60歳の俺よくやった、過去の俺本当によくやってくれたっていう風に言えるような、そんなね、年の取り方をしたいかなと思ってますね。吉田さんもそういう風に思うんじゃないですか。将来100万本の YouTube が自分の暮らしを支えてくれる、自分のファンをつないでくれる、いやー俺よくやったなーって振り返るんじゃないですかね。それがまあ5億円のなせる技だと思いますけどもね、他の皆さんいかがでしょうか。いってらっしゃい。